おはようございます。私には重くって、不燃ゴミの日を、この町にはゴミ出しも大変な負担になっている高齢者がいます。いつもありがとうございます。そんな中、こうした人たちを支援しようという声が上がりました。平成30年の4月から始まった千葉市稲毛区301地区の支え合い活動です。利用者は助けてもらうだけでなく、他のボランティア活動で活躍する人もいます。この支援を受け始めてから、以前よりも家族とのコミュニケーションが深まったそうです。ちょっとした身の回りの困りごとについて、同じ地域から相談が続きました。一方で、もともと向こう三軒両隣で助け合っているという意識がありました。当時の会長に相談し、地域でアンケートを行った結果、こんなに必要とされているんだという実感を共有できました。この地区は組織の統一感があり、人のつながりや力強さを感じる。区内で支え合い活動をシステム的にやっているところはまだなく、始めるならここでと考えていました。この活動は、地域の困りごとは地域で解決するというみんなの思いから始まりました。アンケートの調査結果を各町内自治会に持ち帰り、じっくりと考察し、みんながそれぞれ自分のこととして置き換えて考えることができました。その結果、近い将来必要なら今やろうという機運が高まりました。大事なのは、押し付けにならないように焦らせないこと、自分が焦らないことです。この地域を町内自治会という小さな区域に分けて、そのそれぞれの区域で責任を持って取り組んでいます。地域のこと、それからそこに住む人々をよく知っている民生委員さんがコーディネーターになったことが良かったかなと思います。そしてまた、ゴミ出し、買い物、それから電球交換、この3つに限定して、とても簡単なことにから始めたのが良かったかなとも思っています。無理なく、できる人ができる時にできることを、を合言葉に、301地区では90人以上の協力員が集まりました。これからの活動にも期待が持てます。みんなで支え合い、誰もが住みやすく、ずっと暮らしたいと思える街を目指します。